Okay. Knife. They want to hurt you, Jason. Easy. Oh, she's got. Yeah, I thought it was right. はい、こんばんは、島津です。本日も13日の金曜日やっていきます。よろしくお願いします。来ましたね。はい、島村です。ピコソンですね。島村改めピコソンです。本日はちょっとね、武器のチョイスはね、そうですね、6の槍ですね。うん、待て待て、違う、落ち着けナイフ。久々来た、シマーソン、あのね、専用サーバーが停止して以降なんだけどね、なんかすごいジェイソンする人が増えてるっぽくて、なかなか当たんなかったんですよね。オッケー、結構固まってるからありがたい。うん、まずここ壊して車だね、とりあえず。あ、フォーシーター、ナイス。で、後ろにヒューズボックスあるから、そこもちょっと仕留めるっつうかやっていきたいけど、いいや、まず中からいきます。 OK、 おっし、来た。あれ、これいったんじゃない。あ、まず一人、誰か鍵閉めたね。うん、それで出れんかったよ。いいよいいよ、幸先良すぎ。しかもあれだからね、ダッシュ系のキャラなんで捕まえやすいっすよ。ナイス。メイズは欲しい。捕まえときたいね。OK。 うわ、狙ってたね。命中精度いいわ。つわものいますね。いや、メイソンやる。どこ、中か。いや、これもうやろう。ちょっと待って。どこ？バネッサか。ケニーとバネッサですね。あ、嘘。待て。電話ダメ、電話ダメ。もう持ってきてた。まず、えぐい。バネッサだね、持ってんの。セットして。返すんね。待って、いい感じに道具が揃いすぎ。回復アイテム降りてきてねえか。シフト来た。オッケー、ナイフ。ちょっと煽り散らす人ですね、これ。お、なんだ、ダイヤモンドポジション取っても、あ、もういいねいいね。2個ナイフもう使ったから、でかい。序盤で2個ナイフはでかい。まだダイヤモンドポジション取ってる。引かねえよ。かもないやろ。 OK、 2人目。ダイヤモンドポジション取りのケニーでしたね。 OKOK。 この人ね、今イージーって言った人なんだけどね、この前対戦した時、同じカウンセラー側だったんだけど、結構ね、煽り散らしてて、ジェイソン。っていうのもあったし、あと、引いたんですよ。ちょっと待って。あ、待って、うまく使えない。槍。そう、あの、味方引いて、僕、引かれましたって、その人が言ったら、シャドウに出てくんなってね、なんか言ってましたね。だから、なんだろう、なんかすごい煽られそうな予感。いける？いやー、ギリギリアウト。命拾いしたな。これでもやるよ。いや、13金でね、煽りってきついから、精神的にいくんですよね。あんま受けたくないのよ。早いな。ここやっとこ。あ、トミー来たね。トミー来ちゃった。ストーキングからの、
これいける。ダメだ。いいせい。あ、だ、だね。うん、煽りつらす、煽り、散らす気、まんまんですね。ちょ、この人はもう仕留めときたい。俺の精神の衛生上の問題もある。早めに仕留めても言われないようにしたい。しんどいな、ここ。しまった。いいせい。いやー惜しかったな。チャンスチャンス。いいっす。カモンカモン。ランラン。ランニングランニング。オッケー。ナイフ使いました。ナイスラン。いいっす。ちょっと、もう、ちょっと集中します。あ、やばい。電話。うわっ。このトミーうめえな。コンボが。ジェイソリー。オッケー、カーリペアな。コンボがうめえな。やばい。いかんと。それはきつかった。待て、いける、全然いける。壊すのか。第一。オッケー。おい、待て、ちょっと早く。よし。ふぅ、ちょっとしんどいぞ。どこいる？トミーだ。あ、よし、来た。いやー当たるか、それ。さあ、当たるか。オッケー、ガソリン、プリーズ。ガソリン。おーし、よし、やった。3人。うわ、トミーがボコボコされるわ。OK, リペアナウ。OK, go car, go to car. カーキープリーズ。全然いける。カーキープリーズ。鍵そこだね。足元にある。リペア壊すのかった。大事。カーキープリーズ。OK, 危ねえ。うぅ、ジェイさん、カーキープリーズ。リペア OK。ジェイさん。Please, no!ちょっとまずいな。まずい。ジェイ、カーキープリーズ。車も出る。電話も行く。ジェイ、カーキープリーズ。いやー、きつい。しんどい。ジェイ。早よ溜まれ、怒りゲージ。ジェイ、カーキープリーズ。グッバイ。いや、俺、あの人だけはもうちょっと仕留めたい。うん、確実に仕留める。電話よりか、まずこっち。よし。おお、サバイバーヌーブ。サバイバーヌーブっつった。うわー、これめっちゃタイミングいい。トミー、このトミーめっちゃうまい。ねえ、絶妙なタイミングで電話されたね。今さ、このヌーブってさ、多分味方に言ったよね。普通自分に使うんだったらビギナーとか言うよね。うん、サバイバービギナーと。いいぞ、絶妙。よし、バネッサ。気持ちよくなる頭の飛行をついてあげよう。これをされるとな、頭がすっきりとするんだよ、バネッサ。ほら、どうだ。スーッとしてるやろ。どうだ、気持ちいいか。まあ、ゆっくりな。そこで、寝とけ。行かせん。オッケー。だ、よし。トミー強いからな。いや、いけねえ。今当たんの。頑張れ。よし、激怒きた。あ、起きろ。後ろ下げはこれ出れんぞ。ほら。あら、出れんこうなりましたね。もうバックしないといけないんだけど。よし。タイミングベスト。ナイフ持ちか。待て、出したくない。今、抑え込んだのに、いい感じに。あ、バカ。いや、行かせん。前は行かせん。ディフェンス。オッケー、どっち？そっち。はい。いいよ。ダメ。よし。トミー、お前からやろうか。もうお前ナイフないもんな。うらいよ。よーし。
あと2人、あと2人。聞かねえよ、もう激怒モードじゃ。散々富に殴られたからな。じゃあ君の心臓をハートブレイク。よし、これ気持ちいいよね、ハートブレイクショット。勝手に命名したけど、どこ行った？あっちか。オッケー、今度角度。よし、ちょっと感覚が戻ってきたね。あー、しまった、ごめん、あの切る選択間違えた。君もね、飛行をついて、頭の都合をついてね、頭をすっきりさせましょう。はい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 、何も考えなくていいよ。うん、日頃のストレスもね、これですっきりとしたはずだ。よし、全滅きました。あー、危なかったね。よしよしよし、マックスね、8人丸々全キルです。いや、とりあえずね、そうだね、煽り散らしたあの人を仕留められたのはもうちょっと、もう途中から、うん、気持ちを揺さぶられなくなったから、そうだね、それがあの後のキルにつながったんじゃないですかね、冷静に。うん、あの人生かされてたら多分ね、心揺さぶられて動揺しまくってね、失敗しまくってた気がする。 OK、はい、ということで本日はここまでとさせていただきます。皆さんもね、まあそうだね、殺人鬼の気を引くために煽るっていうことはあると思うんですけど、ただね、あのバカにする煽りじゃなくて、なんか面白い煽り、うん、でね、気を引いたりしましょうね。するとしたら、例えばね、13禁だったら、おい、ジェイソン、ジェイソンこっち来いって、ジェイソンカモンとかね。うん、こんなんだとね、あのそこまでなんつうのかな、腹が立ったりとかしないんで、まあそうだね、気を引く場合は相手を、うん、もうバカにしないようにしましょう。はい、ということで本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またね、動画撮れたら上げていこうと思ってるので、よければまた見てやってください。それでは、島津の13日の金曜日でした。失礼させていただきます。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。